ございます。シカです。シカズチャンネルご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、リクエストいただいておりましたリビングの収納をご紹介してみたいと思います。我が家にはですね、リビングにあまり収納をする場所がないので、玄関先にあるキャビネットの中を今回ご紹介してみたいと思います。よかったら最後までご視聴ください。あとですね、明日から別荘の方に行く予定がありまして、別荘の方の、ルームツアーとか、あと収納とかもご紹介してみたいと思いますので、よかったらぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。本題に戻りまして、今日ご紹介する玄関先のキャビネットの中ですけれども、こちらにはですね、工具類とか、あと本当に雑貨とか、あと生活の中での細々とした小物をそちらに、収納しておりまして、ご紹介する収納方法の中で、少しでも参考になれるようなことがあれば嬉しいです。では早速始めていきましょう。 Let's get started。 では始めていきます。玄関を入って、左手側のこの扉の中の収納をご紹介してみます。この中はですね、我が家でともかく細かなものを、ここに収納しています。全体が上からこんな感じです。はい、ではですね、上の方から見ていきましょう。ちょっともう透けて見えてるんですけれども、こちらがですね、我が家の、ブレーカーがこの後ろにありまして、ちょっとね見栄えが良くないのでカーテンを貼っています。このカーテンは、セリアで購入したカーテンとアマゾンで購入したカーテンを2枚、縫い合わせて100均で買ったこの突っ張り棒で引っ掛けています。このザラザラのカーテンはセリアにもありましたが、セリアのものですと、このキラキラ光ってる素材が入っていない、ホワイトのシンプルのタイプとなっています。ちょっとね見栄えが良くないので、こういうもので見えないようにしてるんですけれども、ちょっとね、もしもブレーカーが落ちた時のために、ここに LED のライト、これは、セリアで購入したものです。正面に見えるこのリンゴの置物は Amazon で購入したものです。クリアケースがたくさん入ってるタイプの、収納ボックスです。この中にはですね、細々としたもの、マカビョウだったりとか、クリップとか、隣はですね、ちょっと目隠しのためにこれを置いてます。ちなみにこれは私の手作りの作品です。ここに、写真をこう入れられるようになってるものです。その下はですね、こんな感じです。文房具とかですね、こういった細々としたものを、引き出しの中に入れて、収納しています。このケースの中はですね、こんな感じです。このクリアケースはアイリス大山のものでして、ニトリにもそっくりなものがありますが、ニトリは白に透明の引き出しとなっていて、私はですね、ちょっとこういうグレーが欲しかったので、アイリス大山で購入しました。これが1個となってて、これがこう別になってるタイプのものです。長い引き出しがあって、で何がいいか、引き出しを引き出した時に落ちないように、ここにストッパーがついてるのすごいいいなって思います。その隣、ここはですね、以前セリアの購入品紹介でも紹介したことのあるこういう、ケース、突っ張り棒に、S フックでかけています。この突っ張り棒は、ニトリのものでして、セリアで購入したこのバッグは、こっちがファブリックの素材になっていて、こちらがビニール素材となっているので、こちらにですね、テプラを貼り付けられるタイプとなっているので、こういう感じにしようかなって思ってたので、すごいぴったり欲しいものがあったので、これをその時10個買ってきました。またですね、ここにフックがかかるように、多分ここストラップとかをかけるためのものだと思うんですけど、ギャラクシーの充電器とか延長コードとか、車内充電器、 iPhone の充電器とか、いろんなものをここに引っ掛けてて、すごい探しやすいですし、ここでジャッて出して
も取り出せるし、上からも取り外せるので、こういう感じで収納しています。その下はですね、こちらは工具類を、置いています。ドライバーとかカッターとかいろんな細々としたものを収納しています。この引き出しも、上と同じアイリスオーヤマのもの でこちらもそうですね、こちらもアイリスオーヤマのもので、このグレーにあの色を揃えたかったので。アイリスオーヤマのものはですね、本当に丈夫で、あの形がすごくシンプルで使いやすいですし、値段もねすごく安いので、アイリスオーヤマのものもよく、ネットで購入したりします。ここ上の方にはですね、テプラとかです、テプラの、テープですね。白、透明、黒って探した時に、これ何色だっけっていうの、時間の節約のためにこういう風に分けています。下の方はですね、乾電池ですね。私の購入品紹介の動画をよく見てる方はご存知だと思うんですけれども、毎回乾電池を買い出すようにしてて、子供のおもちゃとかに使ったりするので、大きさごとに分けています。トイザラ乾電池、イケア、トイザラスは、まあ、値段もそこそこするので結構持ちがよくって、イケアの電池はちょっと消耗が早いかなっていう気がします。下の方にはですね、大量の水引きが入っていました。もう何年もここに置いてるんですけれども、なんか捨てるのもったいないですし、何か使えるかなって思ってずっと置きっぱなしです。何かアイディアがありましたら教えてください。下とかですね、領収書とかをこのまま書いてきたら、この中にポンって入れているようにします。この隣にはですね、電動ドライバーとか、工具セットが入っています。このケースの上にですね、ちょっとしたスペースがあったので、これを100均の、引き出しがちょうどはまるのがあったので、今はですね、3個埋まってて、また何か細々したものが出てきたら入れていきたいと思います。でその下の段ですね、こっちの方には書類が置いてあって、こちらはですね、ラミネートのフィルムとかコピー用紙が入っていて、このファイル立てはニトリのもので、すいません、ちょっとここ不動産関係の、書類が多いので付箋を貼らせていただきました。次の段にはですね、パソコンですね、パソコンが3台と、あとこのクリアケース、これはセリアのクリアケースですね。この中にはパソコンのコードとか、あとこのプリンターのコードがここに入っています。隣ね、プリンターとか、あとラミネーターをここに収納しています。一番下はですね、カゴを2個入れてるんですけれども、すいません、ちょっとこのカゴはどこのカゴなのか、ニトリっぽいんですけれどもね、ちょっと長年使ってるので忘れてしまいました。ここにはですね、電気毛布とかシーツとかここに、収納していまして、こっちの方はですね、掛け布団が入っています。ちょうど我が家にはこの、2つの方がちょうどぴったりはまったので、ここに使っています。ではですね、こんな感じとなりますが、以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。明日別荘に行って、今回は1週間の予定ですけど、また戻ってきてから、東京の家のルームツアーとか、あとキッチンの収納とか、あとウォークインクローゼットの収納とかも、ご紹介してみたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。